日本鹿児島県日置市日置町、山田日置町山田は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡日置号山田村、日置郡日置村大技、山田、日置郡日置町大技山田。人口は160人、世帯数は64世帯。郵便番号は899-3102。日置市の中部に位置している。 アザの北方には、日置市東市北町南上の川、南方から東方にかけては、日置市日吉町日置、西方には、日置市日吉町上の川がそれぞれ隣接している。城山の最六の丘陵部に位置しており、農業地域である。山田という地名は、鎌倉時代より見える地名であり、薩摩国日置北郷、日置省のうちであった。現行四年に、日置北郷で、 下地中分が行われ、南方は地東分、北方は両家分とされた。江戸時代には、薩摩国日置軍日置座とのうちであった。村高は、天保郷町及び、軍村高辻町では386国余り、三州五地西洋欄には325国余り、急行急涼取調べ町には303国余りであったと記されている。明治中期頃には、 巨網の生産が行われていた。明治4年に廃藩地県が行われ、薩摩藩の統治区域である薩摩国、大隅国の区域に鹿児島県が設置された。1873年には大工商区制が敷かれ、日置は第十二大工となり、他の田伏、伊作、長吉、吉利とと共に伊作の区長事務局所に属した。1889年に、 町村制が施行されたのに伴い、日置座との区域より、日置村が成立し、江戸期の山田村は、日置村の大技、山田となった。1955年に、日置村が吉利市村と合併し、日吉町が成立。山田は日吉村の大技となった。2005年5月1日に、日吉町が、伊住院町、吹上町、東市木町と合併し、 日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である日置中央合併協議会において大あなについては字の区域は現行通りとし、現行の字の名称の前に当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する。と協定され、旧町名である日吉町を従前の大あなである山田に関することとなった。 合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が日置から日置市の大技、日吉町山田に解消された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年、 以降のの人口の推移である日吉町山田には日吉市立日清小学校が設置されていた。2018年に日吉町日吉の日吉小学校に統合されたのに、伴い並行となり、日吉町山田からは学校施設がなくなった。日吉市立日清小学校は、1900年に日吉人上小学校の生徒数増加に伴って、 尋常化1.2年生が転入して新設された小学校である。1901年は尋常化3学年が日置尋常小学校から転校し、翌年には4年生以上が転入した。1941年に国民学校となり、1947年に小学校となった。1956年に下伊住院村大畑神の川のうち一部が 日吉町に編入されたのに伴い、編入された区域の児童83名を神の川、小学校から転入した。2018年に、旧日吉町の日吉小学校、日清小学校、住吉小学校とともに、日吉小学校跡地に日吉小学校が新設され統合されるのに合わせて、並行した。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。